TC 楽器で買った楽器は TC 楽器に売ってください。下取りでも金額アップです。高価買取をお約束します。楽器を手放す際や楽器の買い替えをご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。本当に困りますよね。うんうん、こんにちは、TC 楽器工房大島です。TC 楽器店長、松井でございます。松井店長、はい。あ、久々ですね、ここ。久々ですね。はいはい。今日は松井さんからクレーム。そうですね。怒ってます。怒ってます。はい。非常に憤慨しております。はい、どのような？TC 楽器を語る偽物がおりまして。TC 楽器を語る偽物、はい、偽 TC。偽 TC 楽器。偽 TC 楽器、はい、現れた。現れちゃいました。どのような、どういうことでしょうか。まあ、皆様、買い取りとか、いろんな検索をするのにも、Google を使われると思うんですよ。検索エンジンですね。検索エンジンですね。Google、はい、検索。まあ、当然、その楽器買い取りとか、あ、まあ、そのギター買い取りとか、まあ、いろいろとね、検索を入れられると思うんですけど、はは、うん、バーッと出てくるじゃないですか。ね、何々楽器さん、何々楽器さん。楽器さんとか、ずらーっと。買い取りなら、何々楽器。出ますね、いっぱい。そうそう、そこに、うん、まあ、上に広告があるんですね。ああ、Google の検索ページの一番上ですね。はい、そちらの。まあ、パッと見普通のページっぽく見えるんですけど、だから普通のこうお店さんのページっぽくやってるんですけど、はいはい、広告の欄が一番上にあるんですよね。はいはい。はいはい、そこになんと TC 楽器買取って出てきて、はい、しかもうちじゃない。あー、なるほど、はい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 、 Google の広告欄に当店とは違う業者さんなのに、はい、TC 楽器ってワードを入れて、どう使って、しかも TC 楽器買い取りのを書いてこう広告が出ちゃってるんですよね。あ、広告打っちゃってる、うちの名前を使って、うちの名を語ってることに非常に憤慨してる、ね、あー、なるほど、はい、いや、これはね、頭きますよ、頭きます、いやー、あれ困りますよね、営業妨害じゃないですか、はい、何が困るって、そのお客様が、うん、まあ、もしうちだと思って買い取りをね、あ、クリックして問い合わせして、はい、言っていただいて、うん、しかもその不十分な対応だったりとか満足いくな金額とかが出せなかった時に、うん、やっぱりすごい申し訳ないな、まあ、そうですよね、だって、うん、例えばだから TC 楽器買取って調べてくださる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、それで出ちゃうわけですよね。出ちゃう、出ちゃう。で、上に TC 楽器ギター買取ってタイトルで別の業者さんが広告を出してる、出ちゃう。で、そのリンク先をちゃんと見ないで、うん、タイトルだけで、あ、 TC 楽器これか、一応上にあったらおっしゃるかもしれない、買取じゃあさていくらですか、うん、いや、いくらです、え、それにしかならないの、じゃあいいわ TC 楽器、うん、わやですね、なってる可能性ありますよね。ありますからね、僕らの知らないところ、僕らの知らないところで勝手に TC 楽器を語られて、うん、そう、高価買取とか動画で言ってけど、ね、ひでえなみたいな、もう心が痛い、だってお客さん悪くないじゃないですか。そうなんですよ、要は僕たちが心配してるのは、うん、お客様にやっぱり迷惑かかるんじゃないかってのが一番やっぱ心配してて、なんか、はいはい、TC 楽器って言って行って、まあ、そういう対応を受けてっていう時に、まあ、うちが対応できてないっていうところのやっぱ心配っていうのがすごく、うん、そうですよね、うん、その偽名を語ってるところの話をちょっとしちゃえば、うち使うぐらいうちはちょっと有名なのかななんて思ったりもしないでもないんですけどいや、ちょっと、ね、ちょっと思っちゃったりもしちゃったんですけどTC楽器の名前が信用になるんだっていう、はい、だって思っちゃったたんですけど、それはちょっともう、まあ、そうだね、心の中でだけそれは、うん、ちょっと口出ちゃいましたね言っちゃっただからそれで、でも TC 楽器だから大丈夫って思ってくださってクリックされるわけでしょ、うん、お客さんは、そうそう、ね、だからそのそれはちょっと、だから騙してるわけですよね、うん、まあ、やっぱすごい困ってるんで、はいはいはい、広報として対馬さん、はい、なんとかなんねんすかいや、これはね、これはあの、ね、僕の仕事なの、はいはい、で前から問題になってるんですよ、はい、その、はいはい、その問題は把握してて、はい、こちらとしても、はい、その検索してやっぱ何かと TC 楽器なんとかっていう風に、はい、もう全然うちと関係ない業者さんが出すのがあって、うん、で Google に僕何度か文句言ってるんです、はい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 、何とかなんですか、これ困ると、うん、困る、困るんだって話したんですけど、どうにもできないって、Google にはどうにもできないって言われました。なんかね、Google 嫌だね。Google 嫌だって言うとあれなんですけど、まあ、うちも Google 広告出してるんですけど、まあ、確かに確かに出してるんで、仕組みは分かってるんですよ、うん。で、多分自動生成を縦にできちゃうんですよ。あの広告の仕組みっていろいろ広告にもパターンがあるんですけど、手入力で完全に決めてあるパターンもあれば、検索する側の顧客情報みたいなのがすごい Google に蓄積されてるわけじゃないですか、うん、 そうですね、それをもってその AI 的な感じで顧客に合わせた広告を打ち出す、自動生成でみたいな、頭いいっすねそうなんですよ、でそれで TC 楽器っていうのになっちゃってるって言い方もできるみたいな、なるほど、ただ僕はやってると思います、あれは。ですよね、その、あの証拠はないです、はいはい、その多分入れてるでしょ、うん、TC 楽器って、
とは思うんですけど、まあ、一応そういうので生まれちゃってる、うん、そのじゃあ TC 楽器ギター買取で調べる人が多いから、うん、その TC 楽器っていう名前がギター買取関連ワードとして強くなっちゃってて、うん、でも他の楽器屋さんもそうだと思うんですよ。実際ちょっとその話は聞いたので、他の楽器屋さんも、楽器屋さんだうちじゃない楽器屋さん、ああ語られてるんですか。はい語られてる、はいはい、何々楽器さん、そう有名なところ、はい、有名なところで、ね、うち以外も、ね、うち以外もそうなんです。大手さんね、うん、大手さん、あの大手さんの名前をだから関係ない業者が使って、いやあれどうだから、そのとにかくなんか法的には責めれないみたいなんですよ、はい、それを消してくれっていうのは、ね、広告に関してはなんか文句が言えない、それはダメです、バーンとやるのはなんかできないみたい で、ね、うちが文句言う限りじゃやってると思うんですけど、本当ですよね。そうだからまあ、 あの一応あの定期的に言ってはいます、はい、その困ってるなっていう、なんとかできないですかねっていうのは諦めずにやってはいるんですけど、はいはい、それもあれ大体謎業者ですよね。そうなんです、謎業者なんですよ。ほぼほぼ実店舗なくないですか、うん、ああいう広告出してる。そうなんですよ。だからもう実店舗がなくて、多分もう本当に何でも買うんじゃないですか。あの、うん、リサイクルショップさん系のやつが多いですよ ね、はいはいはい、だからもう結局まとめて買って、うん、全部でいくらだよ、全部でいくらだよみたいな。まあ楽器専門店じゃないパターンもね、うん、まあ、楽器専門店じゃないのにそこの入り口だけ楽器専門店で用意してるパターンありますからね、うん、そうなんですよね。実態はリサイクルショップさんなんだけど、一応楽器買取専門のページを1個用意してあって、はい、ギター専門スタッフがいるので安心みたいな、安心みたいな感じでね、まあまあありますね、うん、まあ実際安心かどうかは知らないんだけど、まあ、それはね知らんけど、まあそういったところっていうのは実店舗がもともとないから、うん、もうホームページだけなんですよ、はいはいはい、結果だからやっぱりそういうフォームを用意して、要は商品とか入力させて、まあ、結局そのまとめ止めて買ってみたいな、はい、金額とかもその楽器専門じゃないから分かんない、はいはい、で挙句ねまとめて買うからいくらいくら、まあ、うちのお客様でもやっぱいらっしゃって、そういうところの問い合わせした時に、まあ、まとめてこれもこれもって全部持ってかれる中に楽器もあったそうなんですけど、ものすごい低い値段で言われたんです、うん、であんまりにも低すぎて、いやちょっとこれはやめとこうかなって言うと、あじゃあいくらで、あでもそれえじゃあいくらで、どんどん上がってくるらしいんですよ。それ最初ひどくないですか。それに対してあまりに不信感を覚えたからやめたって言ってたんですよ、うん、まあ金額だけで納得できる人はそれでもいいのかもしれないんですけど、楽器ってそうじゃないじゃないですか、うん、やっぱりその楽器が弾いてもらえる場所に行くかもわかんない。やっぱりうちが一番大切にしてるのは次のオーナー様に大切につなげてあげるってことを大切にしてるので、うんうん、楽器自体のその人生みたいなものまでやっぱり考えて買い取りも行うわけじゃないですか。まあまあそうですね。それがなんか10羽人からげで買われた時に、まあ、そうこれは何なんだろう、ね、まあ、まあ実際どうかわかんないですけど、まあでもそういう業者さんもいらっしゃるっていうのは、まあ、っていうのは実際にそうお客様から相談も、まあ、それも TC がけて名前勝手に使っちゃうぐらいだから、そういうところがあってもおかしくない、まあ、そうなんじゃないかなって俺の中ではこうリンクしちゃってるんですよね、はいはいはい、そうね。だからちょっと怒っちゃう、はいはい、だからね、まあ、何が困ってその問い合わせてくれたお客様が ね本当に戸惑う、戸惑うしお客さんも分かんなくなっちゃう、うん、それは本当に申し訳ないなと思いますよね。まあまあどこにね買取を依頼するかどうかとか、うん、はいはいはい、お話を進めるかどうかもう本当お客様が、はい、まあ、ね、まあ、選ぶ決めるだと思うんですけど、うん、そうですね。まあ、せっかくなんで TC 楽器さんに問い合わせするメリット、まあやっぱり安心感、 TC 楽器に買ってほしい、うん、はい、と思ってもらえるお客様自体はやっぱり、まあ、当店実店舗もありますし、そうですね、まあ、当然実店舗はね、あと、うん、まあこんな形でちょっとねこう顔を出してお客様のこう対応の時には実際僕たちが店頭で対応してるわけでして、うんうんうん、少なからずお客様には安心感を持ってきていただいてるんではないかなと思うんです。顔が見える、うん、そうですね、まあ、そのためにこうやってやってますからね、はい、こうやってやってて、うん、でまあ実際自分たちがやってることとか買い取りで次のオーナー様にやっぱり大切に楽器をつなげさせてほしいっていうことは、うん、当然その店頭でもお話してる通りなので、はいはい、やっぱり楽器を楽器としてこうきちっとこう、まあ、こういう形で35年以上販売と買い取りを行ってきた実績はやっぱり、まあ、こういう言い方なんかちょっと手前味噌で申し訳ないですけどあるんですよ。そうですね、はい、楽器に対してもお客様に対してもこう誠実であるっていうのは言いたいですよね、はい、だから、うん、なんかまとめて買われて楽器がどこに行ったかもわからないっていうのはちょっと寂しい。確かにそれをしかも僕たちの名前を語られてるとより嫌だなと、ね、嫌ですね、はい、確かに自分の楽器はどこ行くかわからないっていうのは、まあ、まあ高く売れればいいと思うこともあるかもしれないけど、うん、まあ高く売れるかどうかさておきですね。まあでも大体ねどこで売るかわからないことが多いですからね。 そうなんです。その TC 楽器の名前使っちゃってるけどところは、はい、もうわかんない。どこで売るか書いてないんですよね。書いてないです。わかんないです。
あれはだからそのオークションに流したりとか、まあそういうのもあったりするんです。あと海外とかもあるんじゃないですか、うん、まあやっぱりね、一時期そのまとめてコンテナみたいなのもね、はいはいはい、投稿してましたからねあとはまああれか、よく見る名前、楽器屋さんの名前あるけど、うん、実は買い取りはそういうのがやってて、販売用で別の店舗を用意してるってパターンとかもありますよね。まあ、ありますからね、はいはい、うん、まあ、うちはもう PC 楽器として全てやってますから、そうですね、はい、買い取ってもらった楽器がそのお店からちゃんと出ると、次のオーナーさんにっていう、まあ、思い出のある楽器に対してはね、そこは安心かなと思いますよね。そうですね、まあ、どうしてもやむにやまれず手放される方もいると思うんですよ、うん、まあ、そういう時にはやっぱり楽器のね、その人生も考えて、はい、やっぱり最後バイバイってなるお客様もいるので大切にしたいです、うん、はい、そういう業者さんよりかは出したいですね、そうですね、金額ね頑張ります、うん、これは満足いただけるように、ね、よろしくお願いいたします。いや、まあでも楽器の評価をする上では負けないですよね、はい、うちはね、まあ、やっぱり TC 楽器と検索いただいた上ではやはり TC 楽器に買い取りを持ってきてほしいので、はいはいはい、どうすれば分かるんですかね、うん、津島さん、分かる、そのお客様が検索する上で、ああ、はいはい、そのあれね、偽物に引っかからないためにね、引っかからないために、いやまあでも、はい、その広告を踏む手前の話で言ったら、はい、リンクですよね、はい、HTTP の写真の後に TC 楽器 .com、はいはい、ほにゃららが当店です。そこが TC 楽器だと、まあ、うちだと。リンクに TC 楽器を入れてることはほぼないと思います、うん、その他の業者さんは、はいはいはい、でうちの場合はドメインもちゃんと取ってるんで、そうですね、取ってます、はい、もうド頭に TC 楽器 .com って入るんですよ、はい、だまあ、例えば TC 楽器 .com 買い取りだったら、まあ、セールってページがあったりするんですけど、はい、まあ、とにかくそこから始まってます。なるほど、はい、なので、まあ、偽物さんはなんか、その、別の、うん、買い取りなんとかみたいなの、ね、まあ、その全然 TC 楽器とは違うリンクになってますので、はい、そこはまずクリックする手前だったら、それがまず一つ、一つ、はい、でクリックした後、はい、これもう店の名前見てください。ああ、もうそれしかないです、はい、開いたページに TC 楽器って書いてあることはね、ほぼないです。ほぼない。てかそれやったらさすがにうちも言えるんで、うん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 、そうですね、それももう完全にね、そうなんですよ、あれですもんね、はい、広告とは別なんで、ね、広告じゃない、ね、はい、なんでページ飛んだ後に TC 楽器かどうかっていうのはちょっと今一度確認いただきたいなって。なるほど。当店の場合は必ず上に、そうですね、TC 楽器、ね、アドバンスギターズ、大久保管楽器、3つ名前揃って並んでますので、はい、はい、だからちょっと僕が見つけられてないだけで、もしかしたら TC 楽器以外にも大久保管楽器店、アドバンスギターズ、偽物出るかもしれないんで気をつけてください、はい、ちょっとそれはね、そうですね、うん、チェックしてほしいな。まあだから僕らも困るし、やっぱお客様に損されるのがすごく悲しいですよね。そうですね、それがやっぱり一番ですね、うん、それで TC 楽器になんかね、その良くなかった思いだったなって、こうなっちゃうと、僕も切ないですし、お客様も切ない、なんか責任も感じますよね、うん、なんかなんとかできなかったかなと思っちゃうんで、うん、まあ TC 楽器で検索しても出るんですよ、上に、 うちのホームページより上に出るときあるんですよ。そうです、これはなんとかしたいです ね、 ですね。だから引き続きちょっと僕は頑張ります、広報としては頑張ります、頑張ってください、はい、なんで、はい、まあ、ちょっとここ告知して、まあ、見てくださった皆様にはお見知りおきいただきたい、ぜひね、よろしくお願いできればと思います。あとはちょっとね、告知活動はちょっと店長も一緒にお願いします、はい、やっていきます。偽物いるぞそう、偽物を根絶させるぞ偽物に注意、はい、だからこれ Google だけじゃないかもしれないですね。そうですね、だから、まあ、今広告っていうのはどこでも出るんで、うん、なんでこんな偽物あったとか、はい、TC 楽器さんの名前語ってますとか、うん、そういうのあったら報告いただきたいです、うん、まあコメントでもいいですし、あの、はい、メールとか店頭とかで、はい、こんなのあったよなって、はい、実際松井さん、あの商品転載されることもあるんですよね。ありますね、はい、eBay で実際転載されて、うん、全く違う業者が販売してるってことは、そう、結構、まあ、いわゆる転売屋、はいはい、ワウインで、あれは画像を無断でね、画像の無断掲載ですね。あと、まあそういうキャプションとかも完全に持ってかれてる場合もあります、ね、はいはい、そう、はい、もう丸写しでね、うん、で海外から注文来たらうちに注文するんですよね、するっていう、はい、うん、あれはだってそのね、ビジネスだけで言ったらですよ、うちは売れるからいいって思うかもしれないですけど、うん、結局もともと買ってる海外のお客さんは損しますからね。そうなんです、そのマージン取られてるし、うん、うちから直接の保証もできない、ね、だからその正当な金額で買ってるわけじゃないですからね、うん、そこは保証ができないとか、そういうのも牛としてはやっぱ嫌ですよね。嫌ですね。でもしかしたら TC 楽器から買ったと思ってるかもしれないです、その海外の方は、うん、まあそれは本当に困りますよね、うんうん、お客さんもかわいそうだし、はい、これもでもあれですね、クレームちゃんと入れてるんですかね。入れてます、入れてます、これは、はい、でも改善しないですね、なかなかね、網の目をくぐり抜けて、うん、やってらっしゃる方はまあいますよね。そうですね、はい、まあ、なので、まあ、どこで買うか、はい、どこで売るかは本当もお客様が決めることなんですけども、はい、まあ、なるべく失敗しないようにね、そうですね、しっかり情報を見ていっていただければなと思います、はい、僕たちも一生懸命根絶に向けて頑張りますので、はい、ということで、はい、あ、じゃあ松井さん、あの、はい、提言ありがとうございます。ありがとうございます、はい、引き続き頑張ります、はい、私も頑張りますというわけで皆さん、はい、ご参考になれば幸いです。ありがとうございます。ありがとうございます。
西垣オリジナル T シャツ好評発売中です。新デザインも追加してます。パツマン。